今回のアートチャンネルは8月にアートラボ橋本で行われた学生企画による学生作家の展覧会続行の法則展を取材してきました。今日は学生スタッフの品川さんにナビゲートしていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。明治学院大学3年の品川かな子です。よろしくお願いします。早速ですが、続行の法則展というのはどういった企画なんでしょうか？はい、続行の法則展というのは、人が何かに夢中になるときに発する力とか、夢中のものを持っている人の力に着目した展覧会です。私たちの世代っていうのは冷めていると言われたりとか、自由な時代なので選択肢が多くて好きなものが選べないのではないかという疑問が浮かんだんですね。そこで私たちは自分の人が好きなものを見つけるまでの過程を3つの過程に分けて、改めて自分の続行について考えてもらえればいいなと思っています。はい、それでは続行の作品たちを通して私もちょっと自分の好きなものを考えていきたいと思います。一つ目のテーマはどんな夢中ですか？はい、一つ目のここのゾーンは目が夢中というゾーンです。目が夢中で遊んだ時の気持ちを表現したゾーンになっています。この作品は何でできているんですか？実はこの作品はアミューズメントパークなどにあるボールプールのボールを使って作った作品で、これを輪切りにして一つ一つつなげていって作っています。ちょっとよく遊んだのを思い出します。そうですか。作家さんも実はこのちっちゃい時にボールプールで遊んだ時の記憶があって、で今度は大人になった時にボールプールで遊ぶんではなくて、今度は視覚的に遊んでみようという気持ちからこのようなプレイという作品が出来上がりました。なんだか不思議な色使いのちょっと怖い印象も受ける作品ですが、2つ目のテーマはどんな夢中を表現しているんですか？はい、このゾーンはここに夢中のゾーンです。はい、大学生ぐらいの年頃だと一番共感できるテーマかもしれないですね。このゾーンの作品には迷っている人を優しく導いてくれるような壮大な光のある作品や、こちらの作品のように悩んだり傷ついたりした気持ちを動物の仕草と重ね合わせて表す作品を選びました。なんだか派手なお部屋にやってきましたが、最後はどういったテーマなんでしょうか？はい、このゾーンは君に夢中のゾーンといって、悩みや葛藤を乗り越えた先にある心の底から自分の好きなものに対して自信を持って好きだと言える時の強さを表したゾーンです。はい、じゃあこのお部屋は何に夢中になっているんでしょうか？はい、そうですね、この作品は男性作家さんのなんですけど、ギャルに夢中になってギャルが好きすぎてギャルの部屋を再現してしまおうと作った作品です。他にも隣の部屋にあるトネタという部屋には作家さんが表情に夢中になって表情を表したトネタという妖精のお部屋が、他の学生スタッフにもお話を聞いてみました。この企画展を運営するにあたって大変だったことはありますか？大変だったのはこの施設がもともとマンションの販売センターだったこともあって、ちょっと空間が変わっているのでそれに合った作品を見つけるのが大変でした。あともう一つは美大を巡っていて、一般の大学だったので知り合いがいなかったのでちょっとコネクションを見つけるのが大変でした。その中でもいろいろな美大生とのつながりが増えていったりとか、あと美術館の実用的な知識が身についたのがとても大きな経験になりました。美大を巡るのはやっぱりいつもの大学と雰囲気が違って楽しそうですね。そうですね。3つのテーマ、すべての作品を見てきましたが、それぞれの過程で悩んだりすることもありますが、夢中になること、続行になることってとっても楽しいですね。はい、そうですね。今回のこの展示を通して、
見てくれた人たちが自分のゾコンってなんだろうとか、自分の好きなものをもっと探してみようって考えてくれる、とても嬉しいです。一般の大学生でも展覧会の企画というアートの関わり方もあるんですね。そうですね、私たちは今回のゾコンの法則展というのは、そのコンセプトに合った作品を出品していただく、してくれないかって作品の作家さんに交渉したり、自分たちで会場を作り上げたりっていうことができたのが、とても今回の企画としてとても良かったなと思いました。今回は私たち6期生なんですけど、これから7期生も来年ありますし、こういう楽しさだとか、その企画をしていくというやりがいをもっと私たちの引き継いで楽しいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。いかがでしたか？このように美大や芸大ではない大学生でも展覧会の企画を通して作品と深く関わることができます。アートチャンネルはこれからも一般の大学に通う大学生のアート活動を応援していきます。